ライターの鶴原博隆です。今回はキャロウェイの2022年モデル、その中のローグ ST MAX LS ドライバーをご紹介していきます。どうぞよろしくお願いします。ローグ ST シリーズドライバーが4モデルも展開されています。その中で最も上級者向け、パワーヒッター向けとして設定されて用意されているのがこの MAX LS です。 MAX LS という名前がついているだけあって、汎用性は MAX なんだけれども、 LS ロースピンを打ちやすいっていうのが一番の特徴です。はい、ローグ ST シリーズの特徴をおさらいしておくとですね、まずソール最後部についているタングステンウェイト、これも固定式になってますけれど、一番後ろ側の低い部分に重いウェイトを持ってくることによって慣性モーメントが高められていると。なのでシリーズ全体通してドライバーはどれも優しいというようなモデルになっています。あとはもうキャロウェイの特徴にもなっている AI を使って設計したフラッシュフェイスと、でこれはドライバー4モデルある中で個々にデザインが変えられています。対象ユーザーの打点に合わせて、設計したデザインになっています。それだけじゃなくて打ち出し角とスピン量まで計算に入れた、フェイス設計になっていると。なので対象ゴルファーが使えば結果がちゃんと出せるようなフェイス設計になっています。僕が試打した印象ですと、やはりオフセンターヒットに強いなっていう印象はやっぱりキャロウェイのドライバーには強く、受けます。なので平均飛距離を上げてくれる要素が高いドライバーとも言えると思います。今回の MAX LS ドライバー、前作でいうとエピックマックス LS というモデルがあったんですけれど、それと比較してどうかというと、まず第一に構えやすさが結構変わりました。ローグ ST のシリーズ、共通して言えるんですけれど、前作よりも少しクラウンがフラットに感じられます。で、僕個人的には今回のローグ ST の方がはるかに構えやすいです。前作はやっぱりキャロウェイの特徴でもあったんですけど、シャローバックと少しこう盛り上がりのあるフェースで若干こうディープに見えたりとかっていう部分があったんですけど、今回は少しフラット気味になったことでかなりターゲットを意識しやすくて構えやすくなってます。で、打つとどうかという話なんですが、やっぱりちょっと優しさは感じます。前作のエピックマックス LS と比べると、こちらの方が、球筋がニュートラルというか、前作が少しフェードバイアス気味だったんで、それに比べると、かなりストレートっぽく、バイアスが近づいたかなというふうな印象を受けます。なので低スピンのドライバーを打ちたいんだけど、ちょっと右に滑りやすいのが嫌だなとか、右に OB するのが嫌だみたいな人だと、この今回のローグ ST MAX LS がちょうどよく使いやすいモデルとして挙げられるかもしれません。エピックの MAX LS もそうだったんですけれど、取扱店舗が限られてます。セレクトストア限定みたいになっているので、そこだけちょっと注意してほしいところと、でこれはシダクラブなのでカスタムシャフトが入ってますが、標準の状態だと天性の554キャロウェイというオリジナル仕様が入ってます。で、僕それ試打したことあるんですけれど、結構いいシャフトです。手元側からずっとしなり感あるんだけれども、最後ちょっと中先がちょっと動いて、ボール初速を上げてくれそうなシャフトが入ってます。手持ちのシャフトが今自宅にあるとか、そういった人だったら、その標準のシャフトの状態で一回買ってみて、ダメだったら自分持ってる他のシャフトに付け替えてみると、なんかそういった購入の仕方をしてもらってもいいかなと
思います。ヘッドもシャフトもなんかバランスよく、仕上がっているので、ぜひ素の状態でも試してみてほしいです。